おーじゃーん、コールマンのダークルーム。さっき買った今日はトゥールド沖縄で泣き人近くの家の近くの泣き人村のところに来てます。今もう交通規制がかかってもう少しでトップの選手が来るみたいです。すごっ、単独わ、後続見えねえ、すごい。お、今2分ぐらい遅れて集団が来てますね。2分遅れて集団、おー、かっこいい。おー、続々とあれをしてますね。じゃーん、今週のアマゾン開けていきたいと思います。じゃーん、じゃーん、じゃーん。まあこの2つはみんな大好き、スボールリグの製品ですね。それでこれはプレートかな。まずこれから開けていきたいと思います。じゃーん、じゃーん。六角レンチとちょっと小さなプレートですね。おー、まずはこれと、それ次大きい方のスモールビルをかけていこうと思います。でこれは、おー、じゃーん、これはあれですね、スモールリグ製の、じゃーん、スモールリグのレンチですね。これプレートとか六角レンチとか他のものとかこういうのを一つ持ってたらいろいろ便利なのでこれを買いました。いいですね。それで最後のやつが、じゃん、これも箱はスモールリグの箱では入ってなかったんですけど、これもスモールリグ製品ですね。じゃん、これも六角レンチついてて、これも小さいもので、じゃーん、これもスモールリグの製品ですね。それでこれは何で使うかっていうと、この DJI の RSG2 にこのピークデザインのアンカーをつけたんですけど、このそのままだとこことここにしかつけれないので、それでこれをここにつけて、これをこっちにつけて、こっちにもピークデザインのアンカーをつけれるようにしたいっていうものですね。じゃあちょっとつけてみますか。それで、今度はこっちにこれを。よし。これ OK ですね。それで、アンカーとつけて、めっちゃ、うん、めっちゃいい。食った。安定の流転下、めっちゃ美味しかったです。グッド。じゃーん。以前買った
コールマンのダークルームテクノロジーの L プラスってやつかな。あ、こっちに書いてあるんですね。インスタント、まあ、サンシェード 2L のプラス UV プロ、かなり頑丈ですね。それで内側は止めたりするのはなくて、ここに引っ掛けておくだけなんですが、かなり今結構風が吹いててもこれ自体がバタついたり飛んだりすることないですね。いい感じ、グッド。じゃーん、今週の工作、今回の工作はこの下は以前買った送ホース、折りたたみ式の送ホースなんですが、これの上に置く台、まあ、これホームセンターで買ってきた安いやつなんですが、こいつを持ち運ぶときにこっちに取っ手が欲しいなっていうので、ちょっとここに取っ手穴を開けて、ホールソーで穴を開けて、まあちょっと角も R にして、こっちに革を張ったりして、ちょっと取っ手をつけて持ち運びしやすいようにしたいと思います。グッド。でかいな。じゃーん、今回はこの板、作業台とする板をちょっと持ち運びしやすいようにと、ちょっと角があったら痛いので面取り、こっちの方は R をつけて、こっちの角ら辺は面取りを一応やって、それで取っ手をつけた感じですね。この取っ手の周りもちょっと面取りして、ただちょっとサイズをでかく作りすぎたっていうので、ちょっとそこがミスったかなって思ったんですけど、まあ結果オーライということでいい感じ。あとはまあここにレザーで取っ手部分をもうちょっとつかみやすくするためのレザーの取っ手のやつをつけようかなって思ってますね。今のところはこれでグッドな感じです。グッド。今週の工作でした。グッド。
さっき買ったトリコパンのアップルパイデラックス、聞いたところによるとアップルパイ以外にもパンプキンデラックスとかあるみたいで、次はそれを食べてみたいと思います。まずはこれはアップルパイデラックス、めっちゃ美味しいんですよね、うん、グッド、めっちゃ美味しい。それでじゃーん、今週のお花、ワックスフラワー、ワックスフラワー。